今把这个他这个哎呀你这个没有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 日本に残ろうと思った大きな理由を教えてください。帰国したらですね、自分の安全と自分の命にも危険がありますので、日本に残ることを決めました。できれば喋ってこっちの方向いてもらって、そうです。で、イミグレーションでは何をせ、どういうことを説明されたんですか。入管 の、 質問通りに答えました。入国管理局からですね、日本で知り合い友達がいますか、知り合いがいますか聞かれました。それを質問によって答えました。で、日本で友達がいるかと聞かれて、それを答えました。非常にですね、心が揺れていたというふうに昨日から私たちも密着していて、帰ろうか残ろうか、帰ろうか残ろうか、すごく心腹があって、それこそイミグレーション入られてからもいろいろ葛藤があったと思うんですが、この悩まれた大きな理由と、やっぱりでも決断したということ、その葛藤についてちょっと聞いてもらいました。初めは迷いました。で、迷ったというのは、大きな理由としては、同じチームのメンバーたちにも迷惑かけることになることと、その自分が帰国しなかったらですね、自分の家族には危険かなとかを思って、いろいろ迷いました。それは大きな理由です。ここにいるってことは、日本に残ることを選んで、その今の気持ちはどのような気持ちですか。道の悪くな逃げる人いたら、道の悪くな地域にたまりますだね。私は日本に残ることができましたから、嬉しいことは、嬉しい気持ちはありますが、私のチームのメンバーたちは、帰国することはできませんでした。でした。そして彼たちはもう帰国、しましたので、それで彼たち帰国後ですね、チームのメンバーたちに、ここ後がですね、ここ後がですね、いろいろ取り調べとか、拷問とか受けられたら、彼たちのために心配しています。日本政府と日本国民に何か言いたいこと、訴えたいことありますか。日本国民と日本政府はですね、今の山の現状はご存知だとは思いな、山の現状をね、日本政府と日本国民は今の山の現状を
ご存知だと思います。今ミャンマーが起きているこミャンマーで起きていることとかをミャンマーで避難している方たちのことをこれからもミャンマーを理解して、これからもミャンマーを助けてほしいです。これからもサッカーしたいと思っていますか。私の国ミャンマーではですね、ミャンマーのナショナルリーグで、ミャンマーのナショナルリーグで今の状況ではプレーすることはできません。プレーすることはできません。また日本の J リーでプレーをしたくても、日本の J リーのプレーのレベルがすごい高いすぎて、自分にはちょっと無理かなと思って、まだサッカーはまだサッカーをやるすることはまだできないかなと思います。日本での生活で期待することというのがあれば教えていただけますか。もう一回お願いします。日本での生活で期待することは、うん、もう一回質問お願いします。日本に残ることを決めたわけなんで、うん、これからこう日本で過ごしていくにあたって、何かこういう生活ができたらいいなとか、うん、どういった生活をしたいかっていうんですか。ビジネスは、うん、まあそうですね、特に期待することよりですね、自分は帰国したら命に危険なので、もうこのしばらく間ですね、ミャンマーが変わるまで日本に滞在をしたいです。あなたは日本代表戦の時にまさにこの行動を取ったわけですけれども、それ以降チーム内あるいはご家族ご本人に対して何か反応、ハラスメント、今この場ですから言えることもあるんじゃないかと思うんですけれども、これを出した後の周りの反応みたいなものって何かあったんでしょうか。もうその自分はですね、この3本の指を立てたことについて、自分は日本にいますから、自分のためには特に心配はしないんですけど、自分の弟とかお兄さんとか自分の家族についてはとても心配とか不安とかが今もあります。まあ、ありました。はい、どこに何かそういう影響があったんでしょうか。これをしたことによって逃げるに関する国民間が出たりしてた。今国に来てた方からですね、家族に対しての今日までですね、今日まで何もまだ起きてません。なぜか知らないんですけど、4日前はですね、軍人区で山国軍の方がですね、家に来てですね、時間の方に来て、住民票ですね、住民票とかをチェックされて、それはなぜか理由がわからないんですけど、チェックされました。で、いろんな質問を尋ねられました。今回この行動を起こしたことによって、これからまた家族、また奥さんにも影響があるかもしれないですけど、その辺の心配、懸念されている点はありますか。
そうですね、今飛行機がね、もう飛びました。で、飛行機は乗って飛んで、明日ね、到着するので、まあ、飛行機は現場に到着したらですね、自分が、飛行機には乗ってないというのことはもうバレますから、その時はこれから、まあ、家族に対してどういうふうに、現場クーデターの方からどういうふうにするかは、また、まあ、はっきりは分からないんですけど、これからどうなるかは分かりません。それでもこう日本に残られるという選択かっていうのは一番大きなところはどこなんですか。まあまあ、そうまさにそうですね。まあいろんなそうですね。それでは日本に残ることを決めました。もしですね、ミャンマー国軍の方からですね、ミャンマークーデターの方からですね、自分の家族とかに対して、まあ、逮捕とか収容とか、拷問とかをもし起こしたの場合はですね、私は、日本を離れて、ミャンマーに、帰って、まあ、代わりに自分を逮捕して、自分を収容してというようなことを言って自分が帰りますということです。私と変わってほしいというふうに日本に残る人産論議を立てたことに対して当時と今で心境の違いはあるかもしれないと思います。一方で当時と変わらない気持ちもあるかと思います。その両方を良ければ教えてください。逃げが一番教練の仕事から教練のため、さっさと見合うので、市民から見合うため、名古屋の場所に出る、打てないのが、バルクネの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 、まあ、当時の気持ちと今の気持ちとは、まあ、ほぼ変わりません。ただですね、当時はですね、この3本の指を立てたことはですね、とても勇気を持って自分がすごい心配で不安で不安だらけでその3本の指を立ちました。で、今の気持ち、その当時は心配で不安の気持ちありましたが、今はその気持ちではなくて、自分はこれからミャンマーのことを多くの人たちに広めることができることで、自分がスピーアウトすることができることがにはがこれからもやっていきたいです。よろしい。一番国に戻りたいというのは申し訳ないですけど、出国管理官のところで日本にとどまりたいということをどんな言葉で何と言ったんですか。一番初めに言ったことは何ですか。初めに書けた言葉というのは、まあ、英語で、I don't want to go back to Myanmar というの、英語で私はミャンマーには帰りたくないというのことを入国管理局の方に声かけました。声かけて、じゃあそれですぐに他の部屋に行ったんですか。話があるんですか。まあ、それでまたですね、
また友達からですね、送ってきたそのメールですね、メールのメッセージのメールを見せました。見せて、それでですね、入国管理局からですね、個別な部屋に連れて行きました。で、なんて書いてあったメッセージ、どんなものだったか見せてもらうことできますか。ミャンマーには帰りたくないです。ミャンマーに帰ったら命には危険ですというのことを日本語で書かれてます。それをまずは英語で喋って、I don't want、日本語でミャンマーには帰りたく、ごめんなさい、英語でミャンマーに帰りたくないというようなことを言って、次は日本語で書かれた文章を見せて、見せました。個人だからですか。いや、見せることはできるんですけど、消しましたから、もしね、入国が失敗したら。なぜか言うと、もしね、日本で登ることがもし失敗したらですね、日本は自分を認めなかったらですね、自分が帰国しないとは分かんじゃないですか。だからそのためにはもう全てのメッセージとかを消しましたので、今はそのメッセージはありません。はい、すいません。チェックインされる直前は実はもうごめんなさいと、残りません、帰りますというようなニュアンスの挨拶をされたと思うんですよ、ウィンさんに対して。で、それがやっぱり我々も少し心配してたんですけども、入管で残りますと言ったのは、それやっぱりむしろ決まっていたのか、あるいはその行く途中でやっぱり残ろうと思った変化があったのか、それはどちらだか教えていただけますか。入り口にですね、青宮文さんに青宮文さんに向けてごめんなさいとこういうふうに言いましたが、その中に入って自分は最後の最後まで頑張るというような気持ちが現れて、勇気を出して入国管理局にその言葉をかけました。なるほど。ちょっとそこでもう一回盛り返したわけですね。そうですね。そこで言葉を出して、はい、そうですね。ありがとうございました。よろしいですか。はい。